どうも、エンディです。水道橋駅やってまいりました。東口ですよ。でこちらにはタイ料理のまた美味しいお店があるんです。お店の名前はコスモ食堂。実は2回目ですよ。3回目だったかな。行ってみましょう。こちらです。見えましたよ。見えました、見えました。あ、黄色い看板でタイなんとか城、タイの道場ですかね。バッて見えますよ。あー、タイ酒場だ。なんかね、酒っていう字が見えなかったんでタイの道場と思いました。タイ酒場ですよ。さあ到着しました。バンコクコスモ食堂タイ酒場、こちらですね。みんなで楽しくタイ飲み、テイクアウト。うわー、いいね。タイ屋台の大定番、鶏肉とホーリーバジル炒めご飯、ガイガパオ920円。うわー、税込みだって。お昼の弁当にタイ料理最高だよね。グリーンカレー、チェンマイカレー、ガパオカオマンガイ、カオパロッファイ、鉄道チャーハンがあるね。かなりマニアも満足させてくれるお店みたいな感じです。600円っていうのがね、いいよね。いや、超美味しい。コックさん自ら言ってますよ、超美味しいよってね。安いな。エビパン390円。いや、久しぶりだねこれね。じゃあ入ってみることにします。いいね。カウンター5席、テーブル29席。ね、入ってみましょうよ。サワディーカー。ほら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 、コックさんいらっしゃった。こんにちは。こんにちは。あ、さっきね、絶対美味しいって言った国さんですよ。どうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちはか、はい、いいですか。はい、すみません。5時までランチやってるんですか、ここは。平日は月から金曜日まで5時までランチが5時まで、長いですね。いいお店です。ありがとうございます。はい、でこちらのお店なんですけれども、今やタイ料理おいしいっていうのはもう当たり前じゃないですか。もうおいしくなかったらもう問題外ですよ。でこちらのコスモ食堂さんはおいしいだけじゃなくて楽しいんですよ。楽しみの中にタイ料理が、おいしいタイ料理があるっていう、遊び心のあるお店なんですよ。ちょっとお見せしましょうか。内装すごいですよ。こうパッと見た感じ、チェンマイのワロロット市場のね、中に紛れ込んじゃった感じですよ。こういう感じ。なんかね、もしね、映画とかドラマやるんだったら、これ撮影現場で本当にいいよね。ここでプロモーションビデオとか作ったらいいんじゃない？これもう全部タイランドですよ。こういうもんとか。これ何、弁当箱ですかね。これとか一家に一個欲しい感じですよ。これとかね。でいいでしょ、こうお店の中もこう遊び心がたくさん。カセットテープがあったり、タイの古いねポスターがあったり、ね、あとレコードジャケットですよ、あって、これは何だろうね、なんかこうご飯のプレートなんですかね。でももちろん王様とあのね奥様のね、イラストがあったりとか、あとこれはなんかこうキッチンを洗うやつですか。これもスポンジですよね。もうすごいんですよ。でこのカウンターね、こうなんか小学校かなんかにあるようなこの椅子と、カウンターの奥行き30センチぐらいね、
この奥行きで、こういうところにもう目も楽しめるじゃないですか。すごいよこれ。こういうショーケースみたいなやつとかね、これはもう楽しいね。もうここをもう寝泊まりしたいぐらいですよ。でもちろんね、ここにいらっしゃるのはほら本物のタイ人ですよ。サワディーハー。ほら発音も正しいね。これはね欲しいですよ本当に。家に本当にいいと思う。これ最高ですよ、ね、この遊び心たくさんの、この環境の中で食べるタイ料理メニューは、今日のメニューはラープヌアと、ラープヌアと、カオパッとサパロット。カオパッとサパロット。ラープヌアってどんな意味ですか？ラープヌアは北のラープなので、北の何かこうスパイシーサラダみたいな、はい、と、カオパッとサパロっていうのはパイナップルチャーハン。パイナップルチャーハンってちょっとね、まあ、最近もう慣れちゃいましたけど、初めて見た時にはなんでチャーハンの中にねこのパイナップルが入ってるのか理解ができなかったんですよ、はい、でも慣れたらもうね美味しいもんですよ、ね、はい。じゃあ今日はこの2品をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、すごいですよ。なんとあのランチタイムが5時まで続くんですからお得ですね。やっぱりディナーメニューとランチメニューっていうと当然やっぱランチメニューの方が、まあ、ちょっとボリュームは少ないかもしれないですけどもね、値段的にいいじゃないですか。こちらはね5時までランチメニューですから、ちょっとね会社を早退してきて、あの4時50分ぐらいに滑り込んで、でランチメニュー注文して、こうちょっと早いねあの夕飯をスタートしてみるのもいいと思いますよ、はい、4時50分に来ればランチまだ OK ですよね。ほらこれですよ、まあ、これから夏はね暑いからちょっと仕事を早く切り上げて夕方からタイ料理ですよ。これですね、今年の夏は2019年の新スタイル。多分ねドリンクも安いんじゃないですか。ほら来た、ハッピーアワーですよ。15時から18時。安い。ちょっとね、お見せしましょうよ。ハッピーアワー限定ですよ。ほら、生ビール530円が199円。ハイボール480円が199円。レモンサワー480円が199円。ウーロンジャスミンハイ480円が199円。ハウスワイン赤白400円が199円。いいですよ。ハッピーアワーはね、もう大歓迎。ちょっとね、太郎さん、教えてくださいよ。これは何ですか？これはマックエンじゃなくて、これはラープヌアの元になるピックラープヌアというものです。これは辛味の成分ね。そうですね、はい。これが今日食べるラープヌアには入ってると。入ってます。はい、辛い。辛いですね。ですか、まあ、たくさん入れれば辛くなるし、ちょっとしかいただければ、うん、そりゃそうですよ、太郎さん。で、この前偶然あの新大久保のタイマッサージ屋さん行ったら、うん、まかないでこれ食べたんですよ、うん、ラープヌア。あの北の人がいるんでみんな大好きなんです。なるほど。我々日本人もほらほらみんなほら日本人で言うとラープって言うとみんなね、同じと思っちゃうでしょ。だから北のラープと東北のラープと違うんですよね。で今日食べるのは北のラープ、ね、北のですよね。ちょっと楽しみです。じゃあ今日よろしくお願いします、はい、もう何回も言ってますけどよろしくお願いします。これもいいじゃないですか。限定特別辛いメニュー、これは何ですか？これはランチで出してるものなんですけども、うん、今の暑い季節により汗をかいてもらうためにちょっと辛めの。1、2、3、4、5、6、6品、7品ですかね、真ん中にもあるから。あでも実際はこの中から、うん、これとこれ、うん、これとこれみたいな感じで1つ選べる。1つ選ぶんですか？でスープも1つ選べる。ラープのはプラスなんとかね。そうですね、はい、これでサラダもついて1000円。いいじゃないですか。
これか、日本ではあまり本当に見かけないですよ。いち早くこういうのを日本のタイ料理ファンに提案するっていうね、さすがですよ、こちらのお店は、うん、見事な攻撃です、本当に、うん、じゃあもう作ってんですかね。今ちょっと作る現場 見ていいですか。今ちょっとあの今はカオパネップルチャーハン、うん、それも見ましょうよ。パイナップルのチャーハンなんてね、作るの見たことないですよ。ちょっとね、来ました。後ろから背後からすごい、お米が飛んでますよ。うわすごいな、ほらお米が生きてるように飛んでる。すごいな、塩が入る。ウコンかな、これなんだろう。振りね、機関車のような手の振りがすごいですよ。シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポ、ね、すごいでしょ、これすごいですよ、このね、手の振りが、ね、来ました、これですよ。すごいよね。はい、来た来た。なかなかね、コックさんの後ろから撮影なんかできないですよ。ほら、できた。ほら、決まった。今からほとんど多分ね YouTube に上がってないですよ、このラープヌアの作り方ね。今日特別にいきます。まずあれなんか揚げてますね。はい、これ何ですか。あー、ホームで揚げてる。赤玉ねぎを揚げてるんですね。あ、火を使うんだ、やっぱり。さあ、でパクチーを用意しといて、これ段取りが大事ですからね、時間を無駄にしないように。フライパンを温めてる時にいろいろね、これ温まりました。
ここでちょっとずつね流れるように入れました。はい、できたみたいですよ。ここでできたみたいですよ。こっちが気になるな。これはもう間違いなく美味しいでしょう。うわー美味しそうだな。手が込んでます。本当にもう丁寧なね、あの調理人さんですよ。すごい丁寧だね。もうあのほら、あ、さっき全部入れなかったのは最後に乗っけるんだ、ちょっとだけ。さすが、なんで残したのかなって気になったんですよ。なあ、上手、すごいです、すごいね、すごいすごい。さっきね、なんで残したのかなと思ってね、最後乗っけるためなんだ。やるなあ。はい、太郎さん来ました。2品ね、はい、これどちらから行ったらいいですか。どちらからとか、うん、さっき今定番のパイナップルチャーハン。それではこちらです。丁寧ですよこれね。盛り付けする時も上にちゃんとエビが来るようにね、そこの方にエビを敷いてからご飯やってやったんですよ。彼すごいですね、たくさん。もう本当に美しい。そう、ちょっと食べましょう。ちょっとまず味を確認していただいてね。ここで、仲良く、ね、ちゃんと、はい、食べてみたいと思います。仲良く2人で、はい、でこれ太郎さんは食べる前に、はい、これね、いつも気になったんですよ。干しぶどうが入ってるんですよね。そうですね、特徴としては干しぶどうと、はい、あとカシューナッツが、はい、そうそうそう、定番で入ってますね。干しぶどうとカシューナッツで、ここにパイナップル。これなんでですかね、これ誰が考えたんですかこれ。ね、干しぶどうとカシューナッツとパイナップル。まず最初これだけで、うん、うまい。これがね、合うんですよ、うん、ちょっとなんかインドを感じますね。そうですね、なんだろうな。じゃあもうあとはブレーコーで、うん、あ、わかった。
ターメリックでしたっけ、なんか入れてましたよ。はい、ウコンですか、なんかあの黄色いやつを。あ、はい、ね、あれの味かな、美味しいですすいません、美味しいですしか。あとはね、あのコーンも入ってるし、これね、トムさんね、どういう人におすすめですか。どういう人にこれ食べてほしいですか。まあ、もちろんタイに行ったことがあって、その、うん、なんでしょう、懐かしむような感じで食べてもいいですし、うん、定番のチャーハンに飽きた人にも、うん、このパイナップルとの組み合わせを楽しんでいただきたいなと思うので、うん、まあ、皆さんに、うん、お子さんとかにもいけると思いますし、これにあのあれですか、ナンプラー入れていいんですか。はい、いいんですか。はい、ちょっとじゃあ、あの結構ナンプラー好きなんで、はい、ナンプラー入れますよね。こんな感じで、あんまり入れすぎるとね、塩分も、あ、まあいいね。ナンプラーすごい好きなんですよ。もうナンプラー入れないともう我慢できないぐらい中毒なんですよね。いただきます。ほら、すごい美味しい。うん、なんかね、夏に合いますよこれ。うん、ね、これまたあのほら模様があるんですよ。これね、多分タイの伝統的な、ね、模様で、あの火炎ですよね、火炎、火をイメージしてると思いますよ、これすごい。これ見てる人もね、なんだよ、パイナップルとチャーハン絶対合わないぞって思ってるかもしれないけれども、それは間違いです。これもタイの国民7000万人でしたっけ、みんな大好きなんですよ、これが。意外となんか一人のお客様が来て、うん、メニューを見ながら、うん、ピンポイントで、うん、パイナップルチャーハンと注目するのが多いんですよ、ね。この辺ってあの夜学生さんが多いんですか。学生さんか、まあ、ちょっと通りを挟んだ向こう側からさらに今ご用意やってきますね。基本は、うん、ランチですと、うん、外国人の留学生とかが多いですね、うん、タイ、韓国、ベトナム。タイ人の留学生も来ますか。来ますね。これは納得の味ですよ、タイ人も、うん。で、どういうね、なんかあります、どういう人に来てほしいか、こちらの店に。まあ、できれば、できれば、としてあの、うん、タイにいらっしゃった、うん、まあ、駐在してた方ですとか、うん、出張してた、うん、出張でよくタイに行ってた、まあ、男性のサラリーマンに、はい、来てほしい。そうですか。絶対いいでしょ、これ。もうね、お店の雰囲気がまずいいですよ。こんだけやってるところっていうのは、ないですね、正直言うと。あのそれもね、綺麗におしゃれでっていうのがないんですよ。あの汚く台風にっていうのはいっぱいあるんですけど、このなんかね、綺麗に小綺麗に台風にっていうのはなかなかないですよね。さて太郎さん、あの2品目のラープ沼ですよ、はい、これです。じゃーん、これね、実は先週タイマッサージ屋新大久保行って食べたんですよ、タイ人のこれが。でもなんかね、ちょっと見るとどうかなっていう見栄えだったんですよ、はい、これはなんか洗練されてて、なんか日本人が見ても安心感ありますよ、綺麗だもん。そのね、また怒られちゃうな俺、新大久保の人見たら。ちょっとなんかね、現地っぽかったから、これはなんか安心して日本人が食べられるっていう盛り付け、あと色合い、はい、いいと思いますよ。食べてみましょうか。じゃあ太郎さん、はい、ちょっとじゃあ行きましょう。これもね、まず入れますので、はい、わー、これもすごいね。わー、まあ一見ガパオに見えるんですよね。そうですね、ガパオっぽく見れる、はい、でもガパオじゃないっていう。ガパオじゃないですね。で、このね、レタスがキャベツ、すいませんキャベツがあのポイントなんですよね。はい、じゃあ行ってみましょうか、はい、これニンニクですか、これ。先ほど何でしたっけ、
玉ねぎと一緒に揚げたもの、はい、いいんですか。これはタイではどういう時食べるんですかね。常に毎日いただきます。北の人はよく食べてる料理です。あれあ辛いね。でも美味しいな。なんだろう、うん、例えるならばミートソースとミートソースを唐辛子入れてちょっとお肉がね大きい感じ、はい、何ですか父さん、例えるならミートソースってどうですか。ミートソースのお肉、ミートソース感もなんか 5% か 10% 入ってますね。もうそれを打ち消すかのようなこのニンニクのニンニクのね、このものだけど揚げたやつうまいです。辛いですね、うん、これがちょっとご飯あったらいいですね。あったほうがいいですね。さっきのパイナップルチャーハン残してなかったですね。うん、でこれにもしご飯だったらあの普通のご飯かもち米がどっちなんですか。あでも僕ら日本人はやっぱり白いご飯にトカポンみたいな感じで混ぜ合わせて食べる方が美味しいと思います。ちょっとじゃあもう小さい茶碗にもらってもいいですか、はい、ほらこれですよ、丼。これいいですよね。これですよ、やっぱり。で、この、ね、ほら、白いご飯と一緒に食べます。うん、合う、あろーい。これは合いますよ。美味しい。これは毎日食べたいね。うん。うん。ご飯と。うん。どんぶりにしてみんな食べてますか。あのちっちゃいお椀に入れて、うん、ご飯は別で、ご飯の上に目玉焼きを乗せて、みんなで肝だ、はい、これはいいね。これあの友達と一緒に楽しめますよね。ほらこれですもん、これですよ。うん、なんかね暑くて元気ない時にこれ食べたらね元気出ますね。うん、うん、いいと思う。これからは、はい、北の料理じゃなくて、うん、北料理が流行るんじゃないかなという気はしますけど、そうね、カオストーリーですとか、うん、ウラ、うん、原判例、原判例、うん、南部カナムチンラメヤーとか、うん、あ、ほら油断すると食べちゃうんですよ。おいしい、あれですよ。ということで2019年の今の7月のね28日でしたっけ、29日、今この内山太郎さんが宣言しましたよ。これからは遺産料理じゃなくてタイの北料理のブームが来るとね。今ね皆さんもうメモですよ。今日はねこれ一つ覚えて帰ってください。これからタイの北料理で、タイの北料理を食べるんだったらバンコクコスモ食堂水道橋、あとはいけますか、人形町とかも、はい、やってる、ね、材料はあるんで、はい、ラーメンです。ということで皆さん、ぜひねバンコクコスモ食堂グループ、バンコクピーナッツ食堂、バンコクポニー食堂、ね、ちょっと今すあのラララ食堂、ラララ食堂は立ち退きです、すみません。楽しみながら美味しいタイ料理食べれるお店ですから、初めてのタイ料理はぜひ
特にね、この水道橋店がとてもね、演技気に入ってますので、皆さんだってここ多分ね3回目ですよ、 YouTube やるの。同じ店で3回やるってなかなかないですよ。多分あと1店舗あるか2店舗あるかってぐらい、とても気に入ってますからね、ぜひ皆さんお越しください。はい、それでは今日は水道橋のバンコクコスモ食堂で、パイナップルチャーハン、そしてラープヌア、この夏にぴったしの2品を食べていました、ね、お待ちしてます。プリサプロサ。